はい、どうも、花坂兄さんです。さあ、今回はですね、こちら、Best Number 2をやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、いきなり噛みましたけどね、軽くね。うん、軽く噛みましたけど、まあ、もうやっていきましょう。説明とかはね、このゲームやりながらやっていこうかなと思います。はい、まず、Best Number 2というのをね、まあ、やることになったきっかけは、後ほど言うとして、今回はこちらやっていきたいと思います。こちらどういったゲームかと言いますと、まあ、早速ね、Endless 2をやっていこうと思います。はい、こちらでね、まず、まあ、紹介がてら進めていこうと思います。結構ね、長期戦になるので、はい、テンポよくね、ゲームのルール説明の方に行きたいと思います。はい、遊び方。下のブロックをボードにドラッグしておく。ブロックは置く前にタップで回転できる。ブロックに書いてある数字以上を集めると消すことができる。例えば2を2つ、5を5つなど。まあ、上はテトリスみたいに回しておけますよと。で、下はまあ5を6個置いたり、3を5個置いたりすればまあ消えますよと。ただ4を3個置いたり2個置いたりしても消えませんよと。まあ、多く置く分には問題ないと。一気に消えますよと。置けるところがなくなったらゲームオーバー。複数の数字を同時に消すと得点アップ。同時消し。ゲーム画面で一番上にある C ボタンは高得点になると使えるようになる。好きな数字を選んで消すことができるよと。はい、こちらチョコラ CC ですね。はい、私のチョコラ CC と呼んでましたけども。お、過去にもやったことがあるということで。はい、まあまあ、まあ、ここら辺は説明なしで大丈夫でしょう。ストーンのルール。これね、うん、実は、もういようか。もう取り直しなんです。はい。2時間ぐらい取りまして、録画、画面収録不可で、すべて消えました。2時間ぐらいずっと喋って、ずっと頑張ったやつが全部消えましたね。はい。んで、ちょっとね、さっぱりしながら、ちょっともう一回撮っていこうかなということで、後日撮っております。でね、これ本当にびっくりした。このストーンっていうのがね、put number one。にはなくてですね、まあ、1っていう表記はないんだけどね、ピットナンバーになくて、で、本当に、え、何これって言ったんですよ。ストーンっていうのはですね、ストーンの隣でブラックが消えると、ストーンの数字が減っていく。0以下になると消すことができる。これ、頭に入ってるかな、みんな。大丈夫かな？入ってなさそう。入ってなさそうだから、ちょっと落ち着こうか。うん。そうです。まあ、3がね、こう消えますよと。消えるときに隣接してね、ストーンがあると、その、まあ、3だったら3消えると。だから今マイナス3になったので、本来ストーンが5を溜まってたのかなっていう状態でした。ちょっと待ってください。はい、で、ちょうど0に減らして消すと、ジャストになって得点アップと。はい、だから2の時にマイナス2をちょうどすれば、消えると。いい感じで消えると。で、隣で3が2つ消えてマイナス6になるからジャストではないよと。だからマイナス6になってますけど、まあ、逆に言えば、隣接した面が多ければ多いほど、例えばこの下のね、マイナス8みたいな感じで、この2つとか3つくっつけてれば、この大きなストーンの数字すら一気に消すことができると。はい。例えば12でも、15でも、5、まあいいよ。もういいよ。やっていきましょう。ゲームをプレイ中に遊び方を見たくなったら、上のハテナボタン。エクスクラメーションマークから見てね。あ、違うわ。エクスクラメーションマークは、ちょっと言いたくなったから言ったけど、びっくりマークの方だ。クエスチョンマークだった。クエスチョンマークボタンから見てね。はい、ということでね、やっていきたいと思います。はい、まあね。あ、音ないですね。ちょっとホーム戻りますか。まだ最初なんで。ファッキュー、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 マジファッキュー、マジでファッキュー。お前さ、低評価つくわ。ごめんなさい。一回だけ許してください。低評価つけないでください。本当に申し訳ないです。もうこれ音切ってるんですよ、今。申し訳ないです。音切ってるので、声だけにね、集中してもらおうかなと思って、その説明先にしとけばよかったのかなとも思うけど、ちょっとなーっていう。
あ、でもこのついでにスコア見せれるね。現在ね、6525ということで、6525スコアまで行きました。でね、このゲ、あの、まあ、序盤の方は、まあ、もう見てればわかると思うんで、適当にやります。前回は、はい、ここね、ストーン、パーンと消えました。いいね。こんな感じで、まあ、見てればわかると思います。はい。できるだけね、こうやって多く巻き込む形で、消していくのが綺麗です。で、同時消しっていうのを狙っていってね、しっかりね。はい。まあ、多分テンポいい方が、視聴者さん的にも見やすい。あー、ちょっと今失敗したけど、まあいいや。ちょっとね、ハイテンポでやってるからね。動画時間ね、無駄に長くするのもあんま良くないっぽいからね。うん。あと、なんだろうな、後半になってきたら焦る、ゆっくり考える必要はあるんだけど、まあ、前半でそんなね、頑張っていく必要はないかなということで、結構飛ばしながらでやっていこうかなと思います。はい。で、コツとしてはあんまりね、こう広げすぎない。まあ、できるだけ消せる限りすぐ消すという形で、やっていくのが、まあいいんじゃないかなと思います。あ、5出てきましたね。で、なんでこのゲームやってるかと言いますとね、このゲーム、ちょっと意外にもね、視聴者さんというか、プットナンバーを、プレイしている方が意外と多いんですね。で、プットナンバーをプレイしている方がたまにね、過去に出したプットナンバー、あ、ちょっと失敗した。プットナンバーの、動画を見てくださってるようで。はい。たまにコメントいただくんですね、未だに。結構前の動画だったと思うんですけど、6ヶ月前ぐらいかな。うん、まあ、感覚でしかないからは、実際どうかわかんないけど、うん、まあ、そのぐらい前に、上げた動画で、なんか、ちょっとね、たまにコメントいただくんですね。で、なんか、この前いただいたコメントだと、なんか、自分は全然、6出てきましたね。あー、ちょっと失敗してる？失敗してるね。うん、まあいいや。ここはどういうふうに切り込んでいくかっていうと、まあ、俺の作戦としては、とりあえず4を切る。4が来ることを祈って、4を潰してから、まあ、6消しに行くっていう形ですね。まあ、何言ってるかあんま分かんない人もいると思うので、まあ、はい。ちょっと見ててください。はい。見ててくれれば分かります。うん、汚いね。ちょっとテンポ早すぎて汚くなっちゃってる感あるけど。うん、落ち着こうか。いや、でもね、落ち着くと、やっぱりね、前の、一回ね、撮り直してみて分かったのが、やっぱりね、ちょっとテンポがね、本当に良くなかった。なんかすごい遅くて、なんか動画回してるこっちもね、なんか、こう、だんだん気分がね、下がってくるような感じで、うん、まあでも面白かったんですけどね、結構ね、ストーンとか、こう、難しい配置が多くなってきて、結構やりやすいっていう、なんて言うんだろうな。言葉難しいけど、結構ね、うん、新要素もあってね、テンション上がりながらやってたんでね。それでも、うん、だから面白かったんですけどね。それでもですよ、それでも。はい。うん、まあまあまあ、いいでしょうということで。はい、OK。で、ですね、それで、この前いただいたコメントだと、そういうなんか、全然伸びないんですけど、なんか結構ね、すごい上位、ランキングだと上位、25%に当たるらしくて、前出した動画の、多分ね、前出した動画も、4000いくらかだったんですよ。あ、ここね、ポイント。6、5を、5の可能性広げるために横に隣接するんじゃなくて、1つ離したここに置くっていうことでね、ちょっとこう、可能性をね、こうつなげやすくしているという、ポイントでございます。はい、一応言いました。うん、前もね、確かね、言ってたのでね、前って、撮り直しになる前のね、うん、その撮りな、ん？なんていうの？その、うん、あれで、撮り直しになる羽目になった時、前、もうむずい、もうむずい。うん、やっぱね、テンポよくこっちに集中して、あ、言い訳だね。あ、言い訳。はい、言い訳。はい、言い訳は良くない。うん、言い訳して、いい訳って言われるからね。うん、そういうこと言ってくる人いるんで、ちょっと良くないですね。はい、気をつけましょう。なんで、だから、うん、良くない、なんだっけ。自分でついて聞いてないね、このテンポにね。うん、そう。前の、このね、プットナンバー2、1回目に撮った時は、うん、の話ですね、それは。
何の話だったかも忘れたわ。テンポ良すぎるね。ただでもね、このテンポの方が言うて視聴者さんっつったよ、お前。諸見里と出ちゃったよ。視聴者さんもね、見やすいと思うので、うん、まあいいんじゃないかなっていう感じですね。ここは7は1回飛ばして、合計してからの作戦でいきます。はい。伝わってるかな、ちゃんと。7が結構でも邪魔だね。結構邪魔。あ、これ厄介だよ。これ厄介だな。6入れて、あ、でも今の6来なかったらね、6も消してないからよかったわ。よかったよかった。今何言ってるか分かんない人もいるだろうけど。OK、6消えて、6消えて、5も消せないのか。おー、もったいない。これよく、これバカじゃねえの？大丈夫これ。3邪魔だぞ、普通に。3消えなきゃ5も消せないっていう、超悪手を選びましたけど、まあ大丈夫でしょう。まだね、まだこのレベルだったらいけますよ、きっと。はいはいはい。お、ジャスト。ジャスト消しはこうなるんですね。はい。で、3残しとけばいいから、とりあえず6ここで埋めといて、で、あ、3来た。サンクチュアリー。ちょっとよくわかんない。なんか言いたくなったけど、何言いたかったのかよくわかんないわ。OK で、ここで、7、4、OK。で、綺麗に消えてからの、はい。OK。いいんじゃない？いいんじゃない？だいぶテンポいい。やっぱね、あとね、チョコラ CC のこと忘れてたけど、まあ一応もう一回言っておくと、ゲーム画面で一番上にある C ボタンは高得点になると使えるようになると。好きな数字を選んで1個消すことができると。で、このストーンにも反映されるんですね。だから8とか選ぶと、8ストーン、全部のストーン、この6とか10で今あるやつ、全部消えてくれるっていうね。これなんと素晴らしいっていう感じなんですけども、チョコラ CC は、チョコラ CC って勝手に呼んでるだけですからね、ちょっとついてきてください、そこは。はい。そう、高得点でね、いい数字出すと自然に溜まっていきますので、はい。もう2個も溜まりましたね、先時点で。でもね、意外と溜まりづらいんですね、こちら。意外と溜まりにくい。だからね、面白いですね。はい。あー、ちょっともったいないことしたな。ちょっともったいないことしたかも。ここ、ちょっとむずいの、むずいの、むずいの、ちょっと気持ち悪いですね。ここは先に、ちょっと待てよ。まあいいか、適当で。ストーンできるだけね、こう、7と9、今、右下にあると思うんですけど、隣接しておかない方がいいんですね。私調べでは隣接しておくと、ちょっと失敗しやすいと。失敗しやすいので、ちょっとね、気をつけてもらいたいと。ここね、結局ね、いい感じのコマ来ないんで、潰しに行っていいです。はい。いいです。って言ったね、今、軽くね。いいです。って言ったね、あ、それで、なんかすごいですみたいなコメントいただきましてね。で、なんか全然伸びないっていうコメントに対してね、じゃあこうしたら、こうすれば伸びると思いますみたいな。私はそういう、こう、端からね、あ、そうそうそう、こうやってね、端から埋めていくスタイル。できるだけ中心にはあんまり置かない。この数が大きい、ものほど、こう端から埋めていくっていうスタイルでやってるので、それ試してみてはどうでしょうみたいなコメントを返したらですね、なんか記録が倍ぐらいに伸びましてですね、はい、それで、ありがとうございますみたいなコメントをいただきまして、でそのなんか結構ね、上位 25% っていうのを聞いてですね、結構私もね嬉しくなりまして、おお、そんなにいっているのかと、嬉しくなりまして、あ、ここね、ここをこうしちゃいけないんですよ。一応ポイントね。一応ポイント。まあでも数、ストーンの数によっては、こっちでもいいんだけど、こうした方が可能性は広がります。本来ね。今3がここでつな、あの別、あの、潰れてるから、まあこっちでもいいかもしれないけど、本来だったらこっちの方が、可能性の方が広がっていきますので。はい。まあ3が今潰れてなかったらそっちの方がいいですよと。ただね。まあまあ、どっちでもいいので、このバージョン、この場合はどっちでもいいので、まあ今スルーしましたけど、はい、一応言いましたね。
それでそのまあコメントでね、そういうなんかすごいですみたいなこと言われて、で私はですね、そのさらに負けず嫌いなところがありまして、ちょっとねその何でしたっけ、なんて言ってたかな、はい、ちょっと待ってね、集中させて、なんて言ってたかな、その上位さ 25%、 そうさっき言った上位 25% っていうのを聞いて、ちょっとね私もその負けず嫌いなところが出てしまいまして、6000台まで出してまだ上位、25% なのかと、これはいけないぞと思いまして、今回ね私はやろうと、もう一度やろうと思いまして、今回ねこちらのピットナンバー2に取り組んでいるわけでございます。そういう経緯があったわけですね。はい、まあそんなことありつつでやってるんですけれども、ピットナンバーはね、ストアで探したん、あここねちゃんと先にストーン置いてから詰めましょう。でここも綺麗に消えるね、ヤキオッケー、綺麗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 、オッケー、綺麗綺麗も決めていく。綺麗綺麗もね前の実況でも言ってたね、使い回しね、使い回し、使い回ししてるよ、うん、あ3綺麗に来た、いいね、ありがてえ、ありがてえ、まあ、あんま似てない、そうモノマネもいっぱいしてたんだよね前のね、その撮り直す撮り直す前、うん、1回目ピットナンバー2撮ってる時、あーついに来たよ、88はマジで厄介、どうする、 しかもストーン的に超邪魔だなこれ、絶対邪魔になるこれ、あーまあでも端詰めしていくか、端詰めしていくのがセオリーだよな、でもこれさ大丈夫かな、3が来れば全部繋がるのかってことは、そうかそうか、なら、あやべえやべえ、やらかした、うわ3消えねえじゃんこれだと、バカじゃん、バカすぎる、あよかった、なんと奇跡、神舞い降りられたし、なんて言ったの俺今、神舞い降りられたしって言おうとしたのかな、まあ、それでも多分合ってないけどね使い方、神舞い降りられたし、やった、うん6来た、はい来てる、はい神リネス、誰ですか、カメリニスは知りませんよ誰か、はいオッケー、でどうかな、伝わるかな、車のね車のなんかみたいな感じでイメージしてやりましたけど、これもうね5来るしかないよね、5来るしか可能性ないんで、まあ5来なかったら潰します、ちょっと適当にやりすぎたなさすがに、ああよかったよかった、オッケーオッケーオッケー、同時消し、同時消しぶちかましていく、でここ3か、3使えねえな、3使えねえマジで、ああどんどん詰めていく、埋めてっちゃってんな無駄にな、うんこれ消せないしね、あチョコラ CC がプラス 3プラスになりました、3プラス、うん、3プラザ中野くんとか言ってましたね、さっきの実況の時、あここも潰しちゃうな、これダメだな、適当にやりすぎた、そろそろ真剣にいきますね、テンポよりも、あれを重視します、はいあれを重視します、あれが何か分かんないですけど、これ8あと1個くれば勝ちか、うん微妙に踏んだな、今。まあいいや。あ、無理ですね。ここは、ちょっと試しに7消してみますか。7消すとどんな風になるのか。ちょっと見たくないですか、皆さん。見たくないですか。7、8でもいいけど、多分8はあと1個で揃うから、盤面的に7消した方がね、多分キレイキレイだと思います。いきます。チョコラ CC1 個使います。7消すとね、ストーンも全部マイナス7になるんですね。これすごい見づらい。うん、汚ねえなって言ったからね、俺ね、実況の時ね。うん、すっごい汚かった。綺麗じゃなかった、先生。
今一瞬ここに3入れようとしたから危なかったね。ちゃんと47で4つなげてよかったよ。これむずいな。むずくね、マジむずくね。どうしようかな、こうする。いやでも7つなげられないしね、もうね。まあいいけど、はい。ああまあ一応来た、一応ね、一応今頃になってきたよ。ただつなげらんねえっていうね。ああーこれ先に入れればよかった。ちょっとこれ真剣にやんないとマジで詰むな。待てよ待てよ、ここで消すのは6だな多分な。6の方がいいんじゃないかな。6消しますね。ちょっとテンポ重視なんであんま考えずにいきます。それでもね、それでもあんま考えずにいきます。あんま良くないんじゃない考える。ちょっとね、整地しながら行きたいね。こっからはね、こっからは整地しながら行きたい。できるだけ整地目指して行きたいけど、オッケーオッケーオッケー。先に消すものはないな。オッケー。で、3はまあ、でもこうでいいかな。ぶっちゃけ汚いけど、後のこと考えると、この方がいい。よし。オッケー、俺の作戦は間違いない。で、そう、それでね、そう、アップストア行ったらだいぶ話飛んだね。アップストア行った、ああちょうど消えるじゃん。6きれいきれい。これは美しい、すばらだよ、すばら。はい、こっちつなぎた方多分得だよね。徳光さん誰、徳光さんって、徳光さん、ぬくみずさんとかあさったのかな。徳光さんって言いました。あ、ジャスト狙ってなかったけど、オッケー。運も実力のうちですからね。オッケーオッケー。で、あ、きれいきれいきれい、だいぶ成長できてるんじゃない。できてきてるよ。これ邪魔だけど、こう置きたいんだけどね。ストーンはなるべく端に置いた方がいいっていうのが私の中であります。ストーン端に置くと、真ん中に置けば、じゃあ仮にな、真ん中に置くと四方からこの、あのブロックに面する場所があるので消しやすくはなるんですけど、ちょっと言ってること分かってほしいな。そう、今2585が隣接してるので、これ全部消えたらかなりマイナスになるじゃないですか。でも端に置くとね、このまあ消えづらくなると、2面しかぶつからなくなるので、22で今全然ね稼げないと、数が稼げないんですけど、でも真ん中に置くとかなり邪魔になるっていうのはあるので、まあ安定を狙って私は端にできるだけ動いていく形にしたいなと今のところ思っております。いいね、綺麗、マジで。超綺麗。なんか絶賛してるね。大丈夫かね。オッケー。これよ、これ、これなんですよ、私が狙っているのは。はい、同時消し落ち。まあ、いや、なん、どういう言い方、どういう意味の言い方なのだろうね、今のね。はいはいはい、オッケー。まあ、その後のノリに任せてっていうところで、ここら辺行けばいいんで、オッケー。はいはいはい。あー、邪魔。微妙に邪魔。微妙に邪魔ですね、これは。さあ、これでも。これでもさ、どうするの。これ無理じゃないこれ。あのチョコプラさんがやってる坂上忍さんの真似ですね。ちょっと似てるかな、今初めてやったから分かんないけど、まあ似てればいいでしょう。似てればいいでしょうって、じゃあ似てなかったらどうすんねんって。ちょっとね、矛盾してるようなこと言ってますけども、はいはい。これ7捨てでいくか。捨てるっていうのは大事ですからね。これが来ないなっていうのを見切って捨ててね、次行くっていうのは大事ですから。これ 6ね、多分揃わないんだよね。6多分揃わないから、まあこうだな。6もね、もう全部捨ててる形になってるけどね。これ大丈夫かな、かなり心配だね。
まあでもどれか消すってなったら多分一番きれいに消える形のはずなんで、まあ大丈夫でしょう。これ8も間に合わないな。多分8、8今全部来ても間に合わないな。こことかに置いとく？意味わかんないけど。まあ意味わかんないけどね。一応ここに置いて正解だったんじゃない？はい。適当。OKOK。そう。ああ、だからアプリのその話でさ、そう、なかったんだよね。プットナンバーの1が。だから2入れましたけど。あれ、その話し終わったかな？そう、なかったんですっていう、話でした。ここほぼ絶命してるけどね。大丈夫かな、これ。次来なかったら終わりだよ。あ、終わった、終わった。あ、終わってない？あ、終わったね。終わりんごしたんで、終わりの寿司した場合は、どこ消すかって話だね。あ、でも言うて汚いのかな、これって。言うてこれ汚くね？大丈夫？今、普通に汚いなと思った。でも、この場合ね、一番いいのは、ストーンをめちゃくちゃ消すこと。ストーンめちゃくちゃ消すことなんで、8？ 8 を消すのが多分一番いいかな。7消してもね、正直、そこまで稼げれないよね。まあ、ストーンのことも考えて8行こうかな。ちょっと待てよ。6消しても意味ないもんね。6消しても意味ないもんね。いいよね。あ、でも6消すとワンチャン、ワンチャンスしかない僕の。まあいいや。ワンチャンス、ワンチャンスね。そう。ストーンの3、この真ん中あたりにあるストーンの3が消えるので、7も組み合わせていけるんですよね。6消せば。6消していくと。あ、でも逆、別にそれなくてもいけるか。じゃあ行きましょう、6で。あ、まあ、危ない、8で。危ねえ、やべえ、危ない。OK。あ、ダメだ。これ余るな、どうしてもな。こっちに入れても多分余るもんね。どの道に。じゃあ、こっちに入れとくか。でも、3来なかったら5ももったいないんだよね、それって。ちょっと何言ってるか伝わってるかな？伝わってないかもしれない。まあ、伝わってなくてもいいやって感じ。どうでしょう？どうでしょう？いいんじゃない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 ？いいんじゃね？マジで。マジでいいんじゃね？これ。これいいんじゃね？どっち？これね、迷うところだよね。正直、7が1個しか来なかったら、次危ないんだよね。ただ7も5も来なかったら死ぬっていう。まあ消しとくか。7、1個しか来なかったら危ないんだけどね、本当に。じゃあこっち、いや、消す。消す。危ねえ。よかった、消しといて。今消してなかったら危なかったかもしれない。あ、でも今、ここに入れて、こっちに置いてたよね。うわぁ、ちょっと失敗したな。まあまあまあ、いいでしょう。で、4消えるのか。4消えるってことは、これどうする？ 6 さ、ここ繋げた方得じゃね？ぶっちゃけ。ぶっちゃけそうだよね。ぶっちゃけそうなんで、まあどうするかって話だよね。ここね。そう、4をできるだけ消しときたいんだけど、こうか。こうしとけば、6にもつなげられるよね。あ、つなげられねえよ。バカじゃん。まあいいや。6、2つ来たら消すってことで。ああ、まあまあいいでしょう。これでもいいよ。で、6消して。まあ今あんま深く考えなかったけど、大丈夫かな。あ、OK。まあ7消えない。え、7消えない、ここ。うわ、そうだ。7消えねえんだ。やっちゃって、やっちゃってるよ。ああ、よかった。てか、この色さ、サーキットの色を思い出すんだけど、わかるかな、これ。ガソリンスタンド？何の色だろう、これ。なんか従業員の服っぽいよね。サーキットかな、なんかわかんないけど。OK、でもここにさ、7入れると汚くね、普通に。汚いよな。まあいいや。汚いけど。めっちゃ汚いけど言うの。やっぱね、なんか芸術性っていうのをね、やっぱなんか
なんかね、美しさっていうのは結構ね、私気にするところでございますからね。結構気になるところ。美しさっていう。あれ、一応ね、言うけど、さっきね、その、録画失敗したんで、こっちかな。録画失敗したんで、ちょっとその可能性も見越して、スコアが5000ぐらいいったら1回動画終了します。はい、ちょっとね、それがあるとマジで厄介なんで。はい、本当に困る、それだけは。ちょっと待ってね、ちょっと待って、待ってか、出ました、マティマティカ、久しぶりのご登場。意味ねえじゃん、意味ねえじゃん。潰しちゃうもんな、結局な、結局潰しちゃうもんね、結局潰しちゃうじゃんね。どうするこれ。ここら辺に埋めとくのが無難か。うわー惜しい。惜しくない。来た？来てる来てる来てる。よしよしよし。一応来たか。でもな、4散らばっちゃうね。4散らばっちゃうでは。まあまあまあいいでしょ。はい。ポンしますか？どう置くのが綺麗？ああ、でもやっぱこうだな。うん、やっぱこう置くしかね。いきます。できればこれは先に置きたかったけど、多分邪魔すぎて無理だよ。多分邪魔すぎて無理だと思う。あと、8チョコラ CC 一回使うと見れば、まあそんな苦ではないよね、これ。ワンチャン。ワンチャンっていうか、普通に。綺麗じゃね？これマイナス8使えばさ、普通に綺麗だよね、多分ね。OKOKOK、ジャスト決まった。ジャスト決まっていく。6か。6の可能性残していく？疑問系。残していくか。これ置きづら。普通に置きづれ。多分ね、ここをこうやって置くのが一番かもしれないけど、その置き方だとね、多分ね、こう来るじゃん。だから1マス余って繋がんねえんだよね、結局。だから1マス余らせるしかねえ。ここ。オッケー。来たね。来たねー。まあ一応入れないとね。席開けてさ。一応入れないと。名目上というか。まあ来たら来たって、ね、入れるしかないよね。これしゃあない。お決まりですから。8も邪魔なんで。適当に入れとくか。そろそろ使う？これ汚いよね、さすがに。なんか汚い。これ逆にね、逆にこう入れちゃうっていう。あ、でもそれも汚いな。できるだけ粘ってから行く。できるだけそれでもね、綺麗に入れながら。 OKOK、 8行けます。8消します。はい、ストーンほぼ消えました。落ち、これでいいんじゃない？処理はできたんじゃない？はい。で、8と7か。5が消えれば OK ね。はいはいはい。どっちにする？どっちにしようか。迷うところ。でももう置いちゃったけどね。やっぱね、スピード重視でいきたいんですね、私の今回の実況の目標は。これ4邪魔だな。普通に多分4邪魔になるよ。4を消すとしてもどうするかだよな。ここの4を消しに行くしかないな。消し身。やっぱ消し身、締め残さないようにしないといけないからね。やっぱ消し身が必要ですね。はい。ちょっと自分で言ってて引きましたけどね。ここはね、ここだね。は？何今の？
ここはここだなって、やばいでしょ、やばいでしょ、完全に行っちゃってるんだよね。完全に行っちゃってるわ。これどうしようかどうしようかな。普通にやばくね、終わってんじゃん。あ、終わってる終わってる、汚いな。やっぱ鉢をちゃんと消そうか。あとストーンヘッジもだいぶ邪魔になってんだね、多分ね。これダメだよ。こうかな。あ、でもそこも消えんのね。そうか、そうか。じゃ、ここもこうやって。あとは入れる必要はないね。鉢消します。まあこんな序盤でね、本当は使っちゃいけないんですけども、まあ一回その、このゲームがどんなものか分かっていただくっていうためにも、まあテンポ重視でやるのはありなんじゃないかなと思います。あー、これ下、下行けばよかった。ちょっとミスったな。下の光って、光っていうか呼んで、色っていうかなんか、オーラで見てるから光って言っちゃったけど。そう、光でやっぱね、見たいね、そこはね。深い、あ、今偶然だからね、今うーんって考えたら、あ、これ深いのやつじゃんと思って、はい、偶然出ました、やりましたね、ありますね。一応出しました、無理やりですけど、一応今回のやりますね出ました。なんだ今回のやりますねって、別に毎回いらねえんだよ、今回のやりますねって、なんだそれ。はい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 、よし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 、まあまだ綺麗な方ではある、まだ、ね、言うて汚いけどまだ綺麗な方。これこのこのだね、別に汚い意味ではありません。どうしようかな。やっぱストーンがね、鍵だね。ストーンが鍵にはなってる。これさ、ワンチャンね、ワンチャン、5000すらいかないで終わる可能性あるからね。これやばいよ。5000までいかなかったら。あ、でも別動画でガチでやってみたっていうの出すのもいいか。とりあえず目標1万で、あ、そうそうそう、言い忘れてた、1万で、ね、1万、俺1万行きたいから、1万行くつもりでやってるからね。あ、これ負荷じゃん、負荷になりました。これもうできなくなっちゃったんで、地で消しますね。まあしゃあないか、しゃあないし、許容範囲といったところ。こうかな。で、こう来るでしょう。やっぱこう来るよね。豪華シャッター。ちょっと見てみたいですね。豪華シャッターだったらね。どんな系豪華なんでしょうかね。でもこれ今さ、合計するのも良かったよね、多分ね。まあそんなね、過ぎたこと考えても良くないんで、行きましょう。新説行きましょう。合計せなくね。合計せない説。濃厚。濃厚チーズ、濃厚牛乳、濃厚牛乳、何濃厚牛乳って。あ、わ、危ねえ、終わったって言おうとした今。そしたら終わってなかった。だってね、ストーンで消えるんだよ、ここ。ね。ね、言ったでしょ、終わんないって。すごいねー。はいはい。そういうのいいかな。今視聴者さんそう思いましたからね。今、まあいいや。もう諦めてるわ、俺も。俺も諦めてる。だいぶ。だいぶスペクター。大丈夫よ、俺。今日の実況。ひどいよ。なんかいろいろ。いろいろひどい。これどうする？大丈夫これ。あと1個7が来れば勝つって感じだけど、っていうね、って感じ。こっちだな。OK。
で、まあ一応4来ることも祈っての7ここ置きで、ココス、うん、ココスで食べましょう。そう、あのココスっていうかビッグボーイの話なんだけど、これビッグボーイのモノマネとか普通にできたんだよね、昔。純度 100% の高級、なんだっけ、純度 100% の肉を使用した超高級ステーキ、1800円。なんだっけな、なんか、うん、なんか、そういうのやってたんですよ。なんか、包み焼きハンバーグ、1500円。Welcome to Big Boy! みたいな。うん、もう昔の方がね、本当に言ってた。あとね、ラーフはマニー、逃走中。今回集められたのは、10人の逃走者たち、そこに集められた3体のハンター、うん、これね、昔の方がマジで似てた。本当に、うん、だいぶ質落ちたね、うん、だいぶ質落ちた。悲しいね、本当に。一番自分が悲しいからね。あ、できなくなってるみたいな、うん、まあ今でもできんのか分かんないけど、練習すれば。なんか声をいろいろいじりすぎて、別に手術とかではないんだけど、な、声、高い声とか低い声とかいろいろ出しまくりすぎて、なんか変になりました。何？どういうこと？変になりましたって。ちょっと視聴者さんついてきてないけど、うん、変になりましたね。残念ながら。はい。あ、これ今3音入れちゃったの、まずかったな、普通に。ただ、後の可能性で、なんとかなるってことを信じて、ここ入れとく、ね、ブッチブルブルブル、これもうまいね。これ俺一番ね、力作だと思う。こんなのが力作っていうね。汚ねえよね。こんなのが力作。もう8にかけます。声8。おー。まあ、綺麗。まあ綺麗でも、うん、一応綺麗、うん、一応綺麗、うん、これどう消せば綺麗なの？悩むね。普通に悩むくね。だって5の可能性にもつなげられるんでしょ、これ。ここ消すと多分ね。だよねだよねだよね。じゃあこっちで行くのがいいよね。行きますよ、行きますね。1-3 これ結構やってます。来なかった。来た。どっちだよ。オッケー。ちゃんと可能性つなげていくよ。いいよ。なんでまだ8個ねえんだよ。早く来てくれよ。不安になるわ。オッケー。けで、はい、早く来てくれ。早く来てくれ。なんでよ。なんでなんだ、そういう風にあっちゃうのかな。ダメになったね。あ、これ似てねえわ。これは似てないわ。初めてやったけど普通に似てねえわ。あ、意味ねえよ。そんなところ消えたって。くそー。悔しいね。で、どっちかといえば、まあ、ストーン消す。どっちかは入れられるんだよね、この盤面に。で、どっちかは入れられるなら、絶対ストーン持ってる方を入れた方が、チョコラ CC で消えるんで、マイナスされるんでね。だから、どうしようかな。7も8も捨てたくないよね、でもね、これ。ただ、どっち捨てるかって言われたときに、多分、8の方が綺麗。しかも、ストーンの、そのマイナスにもつなげられるから、8の方が。だから8でいこうかな。8で行きやす。でもチョコラ CC 来てよかったわ。今チョコラ CC が来てなかったら終わってたからね、俺の人生。そこまで言っちゃう。人生は終わらないけどね。俺の何人生が終わるんだろう。プトナマ人生だったらまだいいけど、ただの人生だったら本当に人生だからね。人生は深いですよ。こうやってね、なんか言ってたんだよな。俺なんて言ってたかな。それが人生なんだみたいなことを、こう、深いことを言ってる感じでね、言ってたんですけど、今の言い方だと深いことは言ってない言い方してますけどね。深いこと言ってる感じで言ってたんですよね。何言ってたかな、なんかね。なんだっけな。普通に思い出せないんだよ。
確かなんか人間はなんかこういう目の前の課題をこう乗り越えるために苦労をすると、こう苦労していけると。ただその苦労を乗り越えても結局また先に課題が待ってると、また次の課題がやってくると。でその課題をね、その苦労を永遠にし続けるのが人生だみたいな、そういうことを確か言ってた気がしますね。まあ、深いようで深くないのかもわかんないし、深いのかもしんないし、ちょっとよくわかんないですけどね、そこは。ああ、これ兄さんがさ、兄さんが、兄さんしっかりしてよ。なんだよ、この並び。これどうする？どうする？懐かしいからの定理。わかんない人、マジでいきなり切れたみたいになったよね、今、俺が。ちょっと申し訳ない。ああ、どうしよう、これ。4様でもここ確実でしょう、多分。ね。どうすればいいんだ、これ。マジで悩む。めーとか言ってるし。羊出ちゃったよ。めー。どうする？こっちにやるか。いや、汚いけど多分それが一番綺麗。矛盾。矛盾。矛盾。あれです。霜降り明星の2人の。粗品のね。粗品、2人じゃない。粗品の言い方。粗品さんの言い方ですね。矛盾。このね。ごもる感じの言い方。ごもるっていうのかな？わかんないけど。どうだろう。ここ入れて、あ、こっちにも繋がるのね。そうかそうか。だったら、だったら、わかるかな？だとか。今の子知らん。お、同時消し。パーフェクト。パーフェクト。綺麗。綺麗。はい、2回目。もう2回目です。2回目出すのは良くない。2回目出すのはね、良くないんだよ。1回使ったネタはね、もう捨てていかないと。やっぱね、どんどん捨て、ああ、やべえ。そうだった。2残るんだった。バカじゃね、俺。やべえ、2ポン消えるかと思ってやっちゃったよ、今。ああ、終わった、これ。ああ、どうぞ。いいや。ラブ注入しなくていいです。ラブ注入って言われて、あーってな、あいつかーってなった人いるかもしれない。あー、ドドっていきなり言ってね、マジで、俺やばい人になったな、またな。悲しいな。うわ、やばいやばいやばい。何この、圧倒的地獄さ。絶対死ぬやん、こんなの。8いきますか。とりあえず5000まではなんとかいけんのかな、この調子なら。ね。ワンチャン6消してもいいかな、これ。同時消しできるしね、ここ。6？ あ、でも6少ないもんね。あんま良くないか。手的にはあんま良くないか。手的には、みたいな感じで言って。7消すのがいいのか。8より7か。でも8もだいぶ邪魔だよ、これ。8消しても、あ、でも8消してもっていう感じか。5消したいな。本当は5消すのが一番いいんだよね。お使いのペッシュが、お使いの父は聖書です。お使いの、っていきなり壊れたからね、今ね。これ5消せばだよ。こうできるでしょ。さらに、こうできるでしょ。いいんじゃないかな、こうで。幸田たけし君どうですか？俺はいいと思うぜ。似てんのかな、今。おい、のび太、野球しようぜ。まあ、これがジャイアンですからね。私のジャイアンはこれですから。下ネタに聞こえるな。俺のとか、私のとかつけて、〇〇って言うとね、基本下ネタになります。これ一応ね、小学生の皆さん覚えておきましょう。使いますよ。俺の〇〇とか言うとね、大体そう聞こえますから。私の〇〇とか言うとね。あ、でも私はあんま使えないけどね。
まあいいや。何の話？迷ってる証拠ですよ。進めなくなってんのは。迷ってる証拠だな。早く行こうか。早く行こうかも。下ネタに聞こえるわ。やめよう。やめよう。一回離れよう。そっから。そっから一回離れようか。でも5落ちそうだよね。あ、でも5邪魔か、普通に。でもこれをさ、入れるとしてもさ、邪魔じゃね？ね、邪魔だよね。なんかさ、これも普通に邪魔だよね。だから迷ってるっていうところはある。もう行きます。なんかよくわかんないんで。5で。5だよね。5行きます。あ、こんなに綺麗になった。あ、まあでも作戦としてはいいのかな。はい、同時消し。うん、これが俺がやりたかったこと。ただ次どうなるか考えてなかったから。あ、でもよかったよかったよかった。まあまあいいんじゃない。まあまあ、いいんじゃない。うん、俺、ただ今、まあまあって言っただけですからね。スネオ出てきてないですけど。はい。あ、スネオ俺多分できないよね。まあまあ、ぐらい、できた今の。今のできてたのかもわかんない。まあまあ。まあ。やめよう。キモいわ。キモいからやめます。キモいんでやめました。これ8さ、ワンチャン可能性あるよね。ワンチャン可能性あるのってさ、嫌なんだよね。潰しときたくね。なんか、確実にもう行ってほしい。行けるなら確実に行きたい。まあいいや、こっちで。なんか声やばくね。なんかニューアーフの人みたいな声になってる。今のさ、共感できた人をさ、マジで俺と同じ感性の持ち主だと思う。ちょっとぜひとも友達になってほしいですね。これでこうか。そっちの方綺麗だな。6もワンチャン残せるしね。でも4とかの可能性、あ、4とかがなんかさ、無理やり生きてきた、可能性生きてきたら、やめようね。で、7消えて8のルートあれとしたら、それでもありだよな。ワンチャンね、ワンチャンありだよね。こっちにしとけば、どうなるっけ。この可能性もワンチャンある。いや、ないな。よし。こっち埋めよう。埋めます。オッケーオッケーオッケー。あ、よくない？よくないじゃん。あ、終わった。あ、終わってない、終わった。心臓に悪い、マジで。7消せるわ。もう、マジで心臓に良くない、今の。終わったと思った、本当に。泣こうかと思った。まだ和コード。いい踏みたくなるんですよ。申し訳ないです。不快だったよね。因が不快。なんか今踏めそうだったけどね。ねえ、どうしよっかな、これ。8をワンチャン作りに行ったいけど、作りに行けないんだよね。だから、ここは6を、消すの前提で4を作って8消すみたいな流れ見えるかな。6今さここに入れられんじゃん。そうすると7消えた時に次6が来ればここで消せるじゃん、ポンモンって。で4あるじゃん、こう4を入れると6が消えた時に4がつながるんだよね。で4がつながって消えると今度8のラインがきれいに起きやすくなるから、それがベストじゃね。いきます。よし、今これでさ、7、1個足りなかったりしたらさ、マジで笑えたよね。マジで笑えたわ。それ見たかったよ、ちょっと。多分視聴者さん、ちょっとね、期待してたと思う。かすかに。なんでそういう風に来る？あ、でも、俺の言ってた通りになった。ちゃんと来たよ。来たねー。雑な来たねーさん。雑な来たねーさんって誰？これどうするの？普通にやばくね？なんかやばいよねこれ。あ、でもこっちの方いいな多分。で、なんでかっていうとこういう風に落ちるから。一応
うわー、これ可能性終わった。ここが4来なかったら終わります。4コーナー、4来なかったら、あー踏んでるね、ちゃんと。よっしゃ、首の皮100枚のうち1枚が切れました。うん、いいや、じゃあいいんだ。何の話や。どうしようかな、これ。あ、でもギャグに使えそうだね、今の。首の皮100枚のうち1枚が切れました。うん、使えそう、うん。いつ使うか分かんない。俺的。どうしようか。ここ悩みよ。ワンチャンかかってるからね。ワンチャン生きながらやるからね。うん、違う、2個はまんない。それだと2個はまんない。2個はめルート。エルサゲート。インフェルノゲート。エルフェ、なんだっけあれ、エルフェンのゲートだったっけ、あの超黒いやつ。エルフェンゲートだっけ、あれね、ちょっと見たけどね。うん、まあ、そこまで、まあ、裸足の弦よりはグロくないかなって。やっぱ、裸足の弦とかさ、ああいう系、一番グロいなって思うよね。うん、まあ、ポソとかよりもね、あんま言わない方がいいかな、一応。教育上良くないよね。まあ、でも言うけど。結局言うって。ああ、どうしよう、これ。マジで悩むんだけど。3にかけるか。もう3しかさ、多分方法ないと思う、これ。乗り越える。ニート3がさ、一気に次来なかったら負けるんだよね、どの道。ってことは、3先に消す流れでもいいはずなんだよね。3が消えれば、あ、消えてもってところか、でも。ああ、まあまあ、じゃあいいか。スコアが溜まってさ、もし消えれば、チョコラ CC で。そしたらね、ワンチャンがあるんだよね。ワンチャンしかないの。ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう。うん、マジで、ちょっと、助けて。喉痛めたわ、今。すごい汚かったし。全然うまく歌えなかった。2と3が来ることを祈って、あ、これ、もう、どれでもいいよね。いいよね、本当に。終わりますよ、これ。多分。もう、これが最後です。ご清聴ありがとうございました。いきます。神よ。神。三上テルの真似ですね。今の。一応言いますが、三上テルさんです。はい。まあ、似てるかは別として。汚いな。まあ、でも正直こうなることは俺もつけた。あ、このルートつなげる？ワンチャン。これで何？ 5 で？ああ、惜しかったな。ほぼゲームオーバーなんで。どうつなげる？あ、てか普通にゲームオーバーじゃん。普通にゲームオーバーじゃんねえ。ご視聴ありがとうございました。お、ラストチャンス、いきます。音量大変なことになりますよ。いきますね。ゾウはね、ウィー。まあ、いきますか。はいはい、8消します。8でいいよね、多分ね。わかんないけど、オッケーオッケー、8消しました。5000までいったらとりあえずやめますね。まあでも今のところ広告使わずにやめてよかったかな、動画的になんか。動画的になんかそれでやめたい。やめてもよかったかなっていう感じもしますけど。あの、無駄にやっちゃうからね。今やめなかったから。無駄にやっちゃいます。
おお、ちょうどだった。わか、見てなかったけど。よしよしよして、6つなげられるか、でも早いな。これ汚くね、普通に。なんか、超汚いんだよ。汚ねえな、これ。普通に汚ねえ。6位入れた時のこと考えて、こっちか。あとは、本当はね、4を、今2あるじゃないですか、これ。お、すげえ。すげえ。何がすごいかはね、後々わかると思います。本当に、いつかね、帰ってきてみてわかると思います。この動画。ずっと先でね、この動画にまた戻ってきた時に、すごいことがわかると思います。何かわかんないでしょうけどね。で、この2がさ、4だとしたらさ、ここに置いて、ここに置けばさ、なるんだよ。俺その可能性狙ってさっき置いたんだけど、ないね。ないから、もう入れます。6来なかったらおしまい。See you。はい、来た。はい、来た、神。私は運がついている。よし。ああ、4が変に来たよ。4が変に来たねー。はい、テンション低めの席さん出ました。どうすんのこれ。終わってね。いろいろ終わってね。いろいろ終わってね、これ。これいろいろ終わってね。リズム感いいね、これ。あー、7ちょっと良くないな。ね、良くないよね。やっぱりね。やっぱり良くないよね。あー、チョコラ CC 溜まってる。奇跡。やったね。俺今なんかさ、多分ね、もう名前出すけど、最近ね、これこれさんと、テンチムさんのね、動画が多いのかな？しょっちゅう変わるよね。俺、たくさんのね、YouTuber 見すぎて、マジでしょっちゅう変わるんだけど、いろいろ見まくりすぎて、微妙に変わるんだよね。だから、その、思考とか、思考というか、見てるジャンルが微妙に変わるからあれなんだけど。そうで、今ちょっと来てんのが、今最近、来てるわけでもないな、別に。暇だから見てるレベルだけど、その中で見てるのが、天中さんとこれこれさんが多分一番多い。あ、終わったわ。で、多分ね、動画見てくれて、見てる人で、天中さんとこれこれさんの動画見てる人だったら、多分ね、微妙に影響受けてるの分かると思う。っていうか、テンチムさんのね、喋り方が一番似てるのが、テンチムさんの方が、多分寄ってるかもしんない。まあ、わかんないと思うけどね、俺すぐね、喋り方で映るんだよね。動画見てると。俺、なんかの能力だと思う、これ。いや、なんかキモいけどね。男の人ばっか見てるから、基本大丈夫なんだけどね、女の人の動画、やつ見てるとね、なんかやばいよね。まあでも、ケンチムさん、男みたいな喋り方してるから、大丈夫でしょ。はい、急なディス。急なディス決めてく。これ、どうしようもないな。7消してもさ、7チョコラ収集してもさ、終わってね。やっぱ真ん中にさ、ストーンあると終わってんだよね、基本。やっぱ俺の言ってた通りだ。でも7消します。7消すしかないんで。ワンチャン狙ってこうけ？あ、この言い方ね、今の。ワンチャン狙ってこうけ？みたいな。何？なんとかかんとか、みたいな。わかんねえわ。わかんないだろうし。やめます。いきます。オッケー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 。いけるいけるいける。まだいける。まだ参っているよ。まだ参るよ。蝶々さん。まだ私は参るよ。よし。あ、8消えたんだ、今の。ちょっと見てなかった。見逃しすぎだね、俺ね。見逃し厳禁ですよ。ジェンキング死んだよね。ジェンキングもう見ないよね、テレビでね。
ジンチングどこ行ったんだろうな。マジいなくなっちゃったあの人。どこ行ったんだろう。なんか IKKO さんみたいにワンフレーズが欲しいみたいなことを相談して、なんかもらってたけど、結局ね、それ活かせないまま終わってたね。あの人ね、終わったね。かわいそうに。所詮一言の言い方。あ、一言論っていうのは私をしてますからね。知りたい方は何ですかって言ってください。いつか動画にするんで。まあ、いつかですね。動画、実写系の動画ね、なんかめんどくさいんだよね。なんか嫌だ。最近さ、その実写系の動画撮るとさ、自分の顔をめっちゃ見ないといけないじゃん。だからそれが嫌になってきたんだよね。っていう話をしてるときに死ぬという、結局5000行かずに死にました。終わってね、4851でした。前はめっちゃなんかこう熟考しながら行って、6000何歩でした。今回はこれですね。あ、ランキング887位とか出るんだ。前のランキング何位だったんだろう、わかんないけど、まあ、今回はこれでした。あ、まあスクショ撮ってもいらないか、別に動画にするし、ネタバレになるし、やんないか。はい、終わりたいと思います。バツ、これバツを押しても消えないんだよね、これね。一瞬なんかこう、やばい広告クリックしたみたいな。やばいサイトに飛んでいく広告出てきた時みたいになってるけど、大丈夫です。ちゃんとフォーム戻る。あ、で、デザインみたいなのもらったんだよね、これね、前ね。なんかね、ブロックの形とかも変えられるんだよね。すごくね、これ。1,2,3,4,5,6 から、数字、なんていうのかな、サイコロの面みたいな感じにできるんだよね。だから、まあ、次それでいこうかなって感じで、背景色はまあ緑とかにしようかな。あ、でも合わないかな。まあでも紫よりはいいでしょ、さすがに。あ、こっちも明るいけど、今急に色変わったからあんま良くないかもしれない。まあまあ、そこら辺は次の動画でいきます。とりあえず今回は、こんなプットナンバー2というのが、いろいろ進化したプットナンバー2っていうのがあるよという、あとはまあ、久しぶりの動画ということで、まあいろいろちょっと喋ってみたって感じで、はい、終わります。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録ぜひともお願いします。はい、次の動画も楽しみにしといてください。ぜひね、チャンネル登録して待っといてください。感想やアドバイス、歌やゲーム、実写などのリクエストありましたら、ぜひともコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。またね。じゃあね。